皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は本当にいい天気になりましたね。今日は一日頑張りましょう。それではただいまから仙台原発再稼働するな福島を忘れない 9.23 さよなら原発全国大集会の第2ステージライブ&トークを始めたいと思います。よし。それではまず最初に皆さんご存知の方もいらっしゃると思います。我らがゆるキャラゼロのみくまの登場です。介護が必要。こんにちは。さよなら原発全国大集会が始まったよ。今日は一日頑張っていこうね。僕の名前はゼロのみくま。原発ゼロで経済も元気になるってみんなに伝えてる原発ゼロのソーシャルキャラクターゆるキャラなんだくま。僕はピアノとダンスが得意なんだけど、今日はお話をした後みんなと一緒に踊ろうと思うよ。楽しんでいこうね。今かけてもらってる CD は僕のオリジナル CD。 僕がピアノ弾いてるんだよ。なかなかでしょ。さて最初に質問だよ。僕の名前ゼロのみくまはどういう意味だか知ってる人？そうそう、僕の最初のお仕事が原発ゼロのミクスっていうキャンペーンだったからなんだ。原発ゼロのミクスっていうのはアベノミクスの反対だね。日本の重い荷物になっちゃってる原発依存をやめて、新しい経済や省エネ、自然エネルギーなどみんなの暮らす地域にぴったりくるいろんなやり方や産業を起こした方が日本の経済は活発になるし元気になるよねっていう考え方なんだくま。最近では原発ゼロのミクスキャンペーンだけじゃなくて原発輸出や汚染水の問題、被爆の問題、脱原発を目指す議員さんや候補者さんの応援とか、脱原発の実現や被災者の人たちを助けるための取り組みを幅広お手伝いしてるよ。今まで行ったのは都内のいろんなところはもちろん、鹿児島、福岡、山口、京都、静岡、福島、茨城、神奈川、とにかくいっぱいなんだ。船に乗って岩井島にも行ったよ。全国の港楽しくつながって原発ゼロを広めていけたらいいな。それから大切なお願いがあります。みんなゆるキャラグランプリって知ってる？くまモンとかひこにゃんとか有名なゆるキャラが生まれたイベントなんだけど、僕今なんとエントリーしてるんだ。それで企業その他部門で500匹中30位なんだ。すごいでしょ。イエーイ。でね、みんなにお願いしたいのは僕に毎日投票することなんだ。ボス、僕が上位になれば僕のことをたくさんの人が知ってくれるし、あ、みんな原発やめたいんだなってことを分かってくれるでしょ。だから一石十六鳥ぐらいになるんだくま。インターネットでゆるキャラグランプリプラスゼロのみくまって検索すると僕に投票するページが出てくるから、まずは投票お願いしますくま。で、簡単だねと思った人はメールアドレス一つにつき1日1回投票できるから、何回も投票してね。よろしくお願いします。さあ、じゃあいよいよみんなと一緒に踊るコーナーだよ。今流れているさようなら原発っていう曲があるんだけど、これに簡単な振り付けがあるからそれを一緒にやりたいの。簡単だから僕のを見ながら一緒にやってね。歌える人は歌も歌ってね。じゃあ音響さん、音楽をちょっとだけ大きくしてください。ありがとう。手を振るよ、叫ぶよ、手を振るよ、みんなやってね。手を上に、
を振るよ。パイパイ、手を振るよ。叫んで、手を振るよ。手を上から下に、今のの繰り返しだよ。手を振るよ。叫ぶよ。はい、手を上に、手を上から下に。はい、もう一回やるよ。はい、手を振って叫ぶよ。手を上に、はい、上から下に。ラストだよ。はい、手を振って叫ぶよ。手を上に、はい、手を上から下に。ありがくま。じゃあ音響さん、ちょっとだけ音を小さくしてください。ありがとう。じゃあ最後に皆さんにお伝えします。僕がお手伝いできるイベントとかあったら駆けつけていくから、みんな呼んでね。ご連絡先とかはゼロのみくまって検索してね。長いから覚えられないわっていう人はゼロくま、ゼロくまでも調べられるくま。あと今流れてるような原発ゼロにしようっていうかっこいい曲が10曲も入ってる僕の CD もあって、E シフトさんのブースで売ってるから、みんなも集会とかでどんどん使ってね。じゃあゼロのみくまでした。またね、ありがとう。それでは、次は桃なし&制服工場委員会さんの皆さんです。よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。桃なしと申します。どうぞよろしくお願いします。今日も暑くなりそうですけれども、一日脱原発を叫び続けたいと思います。今日は古くから、仲良くしております制服工場委員会のみんなもこの後出てまいりますので、どうぞ、しばしの間ですけど楽しんでいただければと思います。それでは、色とりどりの人生、明日につなげ命のリレー、カラフルリレー、聞いてください。Oh,
ありがとうございます。それでは制服工場委員会のみんなを呼びたいと思います。どうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。制服工場委員会です。本日はさよなら原発全国大集会にお招きいただき本当にありがとうございます。私たちは脱原発アイドルと言われていますが、決して凶暴ではありません。しかし暴走する安倍内閣に言いたいことがたくさんあります。それでは早速よく聞いてください。新しい日本。いつの時代も信じてきたのに、この国はいつも悪くなるだけで、政治家たちはルールを知らない、多くの人は笑いを知らない、このひどい国をなんとかしよう、みんなの力でなんとかしよう、古い政治にさよならしよう、この広い国をなんとかしよう、みんなの力でなんとかしよう、新しい日本を作るために、戦争に今アメリカに協力し、抗議をしておいて、相手国が反撃してきたら、それを自衛というのですか？ペットボトルを持ち歩き、マスク着用を強いられる、それを先進国というのですか？被災地の復興や被災者の救済より、なぜ力でなんとかしよう、新しい日本を作るために、古い政治にさよならしよう。戦後70年、いつまでも経済成長で心を豊かにする社会を築きましょう。子供と未来のために、原発、米軍基地、軍隊のない社会を築きましょう。未来のために、社会を築いていきましょう。みんなで頑張りましょう。このひどい国をなんとかしよう、みんなの力でなんとかしよう、作るために古い政治にさよならしよう、新しい日本を作るために、古い政治にさよならしよう。参加メンバーを紹介したいと思います。今日はみんな気になるニュースを言いながら自己紹介です。はい、野見山安里16歳の高校2年生です。私は今多摩で起きている建設途中の民家が次々に放火されている事件が気になっています。よろしくお願いします。はい、りーちゃん。
はい、斉藤ゆりや18歳の高校3年生です。私はですね、地球温暖化の解決を求めてニューヨークで、30万人の方がデモをしたというニュースが気になっています。清水かりん17歳の高校3年生です。私はオバマ政権がイスラム国への空爆を実施したというニュースが気になっています。武力で解決するのではなくて話し合いで解決してほしいなと思います。よろしくお願いします。斉藤の14歳の中学2年生です。はい、私はある親が知人と、自分の子供を殺すというニュースが気になりました。よろしくお願いします。はい、木梨かな16歳の高校1年生です。私が気になっているニュースは、女性の方がシンナーのような香りの液体をかけられるという事件がとても気になりました。よろしくお願いします。今日はこのメンバーでお送りします。皆さん暑いですけれども応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は普通の女の子です。原発事故の恐ろしさを知りました。私は普通の女の子です。原発事故が収束しないということも知っています。私は普通の女の子です。ですが危険な原発を再稼働させようという人たちを知っています。私は普通の女の子です。安倍総理が原発の営業をしていることも知っています。私は普通の女の子です。自民党の金権政治が嫌いです。私たちは普通の女の子です。核、原発、戦争、米軍基地のない社会を望みます。それではここで皆さんと一緒にコールをしたいと思います。皆さん大きな声でいきますよ。それではレッツ原発、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 皆さんも一緒にお願いします。大きな声で歌います。聞いてください。ダッタダッツ原発の歌。
ちの41枚目のアルバム「ルールとマナーを守ろうよ」というこのアルバムを11月の1日にリリースするのですが、そのアルバムにも協力してくださった桃梨さんと一緒に曲をお送りしたいと思います。桃梨さん、はい、はい、ということでですね、今日は「金目でしょ」という曲をここで初披露のですね、はい、コラボはそうですよね。こちらの曲は石原信晃さんが入った名言ですよね。金目でしょ、はい、私たちはこの流行語を、そうですね、今年の流行語を狙っているんですけれども、はい、狙って、はい、そのままタイトルにした一曲となっております。振りも簡単なのでぜひ皆さん一緒にやっていただけたら嬉しいです。はい、私も混じらせていただいて、いや、お願いします。嬉しいです。よろしくお願いします。光栄すぎてありがとうございます。今日は生演奏でお届けいたします。はい、はい、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫でしょうか。演歌っぽい感じですよね。いきますか。はい、大丈夫です。出ました。どうもお待たせいたしました。はい、では金目でしょ、はい、よ、聞いてください。1、2、3、はい。
ということで、今日制服工場委員会、そして桃梨さんと物販のブースもありますので、皆さんぜひお立ち寄りください。それでは皆さん、これからも脱原発に向けて一緒に頑張りましょう。以上、制服工場委員会でした。ありがとうございました。チーフ、はい。